これがキンポンプですよ。かっこ興奮気味。はい。これがキンポンプですよ。かっこ興奮気味。はい、どうも、森です。ということで、今回もガンプラ超適当レビューですね。はい。ということで、今回は、MG のドムでございますね。はい。これはね、まあ、ラッキーだったんかな。売ってましたね。3500円かな。はい。結構ね、これ紙キットだ、紙キットだ、みたいな感じで、Twitter とかね、YouTube とかでよく聞くんでね、楽しみに、しておりましたね。はい。でドムは俺 HG のドム作ったぐらいであんまり作ったことないんだよね。はい。ということで今回は超適当レビュードムっすね。はい。でね、最近ねあんまり下手げなこと言えねえぞってことで、まあ今回は縛りプレイなしで、まあ適当にね作った感想みたいな感じでレビューしていこうかなと思っております。はい。まあはい、写真、まあ昔のキットはねよくあるこの家ね、入れ家。はい。でまあパーツがね一個一個でかいからランナーもまあそれなりにあんのかなっていう感じですかね。はい。でこれ誰だっけ、ドズルじゃなくて誰だっけ、忘れちった。はい。で結構いい感じの紫の色してんだよね。はい。こんな感じで一個一個パーツはでかい。はい。でシールかな。はい。シールとデカールの違いがまだ分かりませんということで、はい、ランナーこんな感じで、はい。で後ろ姿がこんな感じ。はい。 MS-09 ドームね。はい。で黒い三連星って感じかな、ドームの。はい。ジェットストリームアタックだっけ。はい。てな感じで、あのこれなんか説明書欄、そういえばなんだか最初戸惑っちゃったけど、なんか分かりづれえな、昔のキットだからね。はい。ということで完成して、今回はねちょっとめんどくさかったんで別撮りっていうかポージングつけての動画はなしっすね。ごめんなさい、めんどくさかったっすね。はい。ということで完成っすね。はい。でできた直後の俺の感想はというと、あこんなもんかっていう感じでしたね。はい。まあ正直紙キット認定までにはちょっといかねえかなっていう感じですね。俺は正直紙キットだと思うほどいい、かっこいいなとは思わなかったね。はい。だけどすごくかっこいいとは思う。はい。でも完成されてんかね、このドムはね。もう20年前のキットだけど。はい。で、ちょっとね汚しを加えてみたんだよね。はい。汚してまあデカール貼って適当にね。で、はい。でトップコートつや消し拭いて終わりかな。はい。ザフトのシールを貼っていく。俺結構別にザフトだろうがジオンだろうが連邦だろうがね、そういうのはあんまり気にしないんでね。ガンダムにザクのシール貼ったりもするし、まあそこら辺は気にしないで適当に貼ってる感じかな。はい。でこれが前作ったドームですね。 HG のドーム、すんげーちっちゃい。クラベット超ちっちゃいね。まあ本当に紙キット認定まではいかなかったけど、非常に大きくてね、まあかっこいいですね。はい。で稼働はあんまりしないかな、やっぱ古いキットだからね。はい。でポロリチラリ情報としては、頭のあの赤い部分がなんかちょっと取れてたイメージがあんね。俺接着しちゃったな確かね。はい。でビームサーブル持たせとこんな感じで、はい、こんな感じですね。はい。なんかねモケンチ TV の人がねめっちゃトム好きでね、MG でも俺も作ってみたくて、で結構すげえかっけえんだろうなと思ったけど、そこまで俺はね何回も言うけどかっこいいとは思わなかったな。はい。まあこれでいいかなって感じですね。でね同年代だと思うんだけど、旧キットの MG のジョニーのザクスね。はい。確かこれも20年ぐらい前のキットだったと思うんだけど、はい、こんな感じでですね。はい。大きさは一緒ぐらいかな。はい。こんな感じで、
うん、かっこいいね、ジョニー相変わらず。はい、てな感じでございますね。はい、でポロリはさっきも言ったけど頭の赤い部分が取れちゃうかなぐらいかな、これ。うん、でジムと比べるとこんな感じ、ジムちっちゃいね。はい、てな感じですね。まあ、これなかなか売ってないのかな。まあ、再販かかっとすぐ買われちゃって、まあ、買えた俺はラッキーかな。確かにあんまり見かけないよね。はい、てな感じで今回は MG のドム超適当レビューですね。はい、てな感じです。はい、あんまり喋っこともねえんだけどね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、売ってたらね、一回は作ってみてもいいのかなっていうキットだと思いますね。はい、もうそろそろ終わっかな、タイミングわかんねえんだけど、そろそろ終わりそうというわけで、今回はね、話題のキットと言っていいんですかね、 MG のドム超適当レビューでございました。はい、というわけで、ではどうも、俺でした。またね、終わんない、あ、またね。